シーフードバーベキュー。こっちねツナとかそういうのがあるんで選んで焼いてもらって。はい。はい、サザエ。イカ食べる。あとこれセットいくつ入れます？4、2、6、6。これなんですか？サラワン。あ、これブルーマリンですね。じゃあこれサラワン。ちょっと多くないですか？大丈夫ですよ。サザエ、カニヌ、カニ、6。どこのかな？ここやん。あ、途中のコンビニで買いましょう。もう沖出ちゃうと何にもないんで。あ、そうですよね。うん、ビールとか。うん。カッセット。あ、すげえ。うん。カッセット。マイカニ？メロン。Beach, right? Beach. Oh, beach. What do I mean, guess? Mask off. Yay! Sexy styles. Bang it! Mask off. 潮が上がってくるまで1時間ほど待ちました。Hello guys, welcome to the film. Come again. TikTok. Ah, what a gorgeous lunch.もっと綺麗になられるのに。さあ、ただがだせたもさびにとあつさかな。
Dito pwede ka pala? Tatawag sa'yo. Sinagay niyo ba? Tatagay tayo para... Agiru!公園行きますか？はい。I think mask off better. Mask.Mask? Mask. Okay. Okay na? Ano ba? Wala ka ba?皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサこの自宅からお送りしています。今見ていただいたのが昨日ですね、2月16日、日本からね、遊びに来られた浩二さんファミリーと過ごしてたね、一日の様子を映していました。で、今これ収録しているのが2月17日になります。で、ね、浩二さんたちは今日は、朝から、パラワンワイルド、ワイルドライフレスキューっていうところにね、行くっていう予定でした。ホテルのね、なんかその、なんだろう、ツアーデスクみたいなので申し込んだっていうんで、パラワンワイルドライフレスキューって今、その野生動物を保護するっていうところなんですけど、昔はね、単純にワニ園って言ってたんですよね。ワニ園とは書いてないですよ。クロコダイルファームなんて言われてたんだけど、今やっぱりそういう野生動物の保護とかそういうことが盛んになってきたんで、
もちろんね、ワニがメインです。ワニがいて、あとはでかいね、なんとかボアなんていうヘビなんかがいて、あとは日本ではいないようななんか変わり種のタヌキみたいなのがいたりしてっていうところなんですけど、そういうところに行って、コージさんが泊まってるホテルから多分ね30分40分ぐらいかかるかなっていうところで、まあ、楽しんだ後そのまま、プエルトプリンセサの空港にそのツアーバンでね送ってもらってマニラの方に帰るって予定なんですね。でその後は奥さんの今住んでるところにね、ちょっと滞在してそれから日本に帰られるってことです。ね、こう視聴者の方がこっちに来て本当になんかこう丸々一日過ごしたというのも、まあ、初めてで、で昨日はそのボートハウスっていうところに行ってね、まあ、ちょっと風があって揺れてたんで浩二さんちょっと船酔いみたいな状態になったって言ってましたけど、うん、まあいいシーズン、例えば3月4月になって風がもうぴったり止まったりすると本当にね海に雲が映るようなこうベタなぎの状態になる日なんかもあっていい感じになるんですけどね。まあでも楽しんでいただいたらね、いただけたらよかったなと思ってます。なんかその15日の夜ね、こっち到着してから一緒に食事したとこから始まって、なんかずっと一緒にね行動してて、なんかもうね仲良くなっちゃいました。で僕ね前から言ってますけど、その5月にね、今日パウうるさいな、5月にちょっと日本に行こうと思ってるんですね。でその時に東京名古屋あたりでオフ会をやって、あと四国のね、愛南のあの、マサさんっていうと、スリアドもね、行きたいななんて計画してますけど、で、その時にね、フィリピンに帰ってくる時、コージさんが一緒に、予定合わせて一緒に、俺もまたフィリピン来るよなんて言ってて、これ、マニラにね、やっぱり何泊かすると思うんですけれども、ね、コージさん一緒で、ちょっと僕の立ち寄るところで弾けちゃったらまたえらいことになっちゃうかななんてちょっと心配してますけど、はい。でもね、楽しい日をね、過ごしてくれたかな、そう願ってますけれども、こんな感じでね過ごしてました。で最後そうですね、海から帰ってきて、教会ですね、マキュレートコンセプション大聖堂なんてところにいて、まあ、奥さんね、こうやってお祈りしてましたけれども、その後行ったね、ちょっと公園が閉まってて、すごく開くのが早いんですね。教会開く時間が5時からとか開いてるんで、5時、6時から開いてるんで、公園も早く開けてるんでしょうね。4時にね、なんかクローズになっちゃったみたいで、で、そこは第二次大戦中の、まあそのね、アメリカ兵の捕虜の犠牲者、日本軍によるね、犠牲者をちょっと、記念して作られた公園なんですけど、入れなかったですけどね、そう入ってね、突き当たりまで行くと景色がいいんですね。海をこう見下ろせる。で、その下、その下の下の方に見えるとこ、昔は、スクワッターって不法滞在者がね、海辺にわーって打ち作ってるのが見えたんですけど、今だいぶその海辺のね、なんていうんですか、その再開発っていうのが進んで、そういう人たちがね、ちょっとずつ移動してってね、徐々に、綺麗になってきてますね。あんなところ回って、最後ベイウォークなんか行ってね、一緒に写真撮ってましたけど、仲いいですね。なんか、見てて、僕もマリアと一緒じゃなかったんですけど、見ててね、なんか、いいなぁ、なんて思ってたりしてましたけれども、あんな感じでね、昨日、一昨日って過ごしてました。またね、皆さん、ね、パラワン島、本当にいいところです。いろいろね、見どころもあって、本当にホテルに泊まるとね、ツアーバンなんかであちこちに連れてってくれる。あるいは、エルニドのパッケージツアーとか、そんなのもあるんですね。プエルトプリンセサの中のホテルで。エルニドとね、あとどこあったかな。アンダーグラウンドリバー、世界遺産になってる地底河川ですよね。そんなところもあるんで、そんなのね、ホテルにも、のツアーデスクに申し込んじゃうと、まあ乗り合いで行くんでね、結構料金も安くって、エルニドだとね、かなりすっ飛ばす番なんですけど、5時間ぐらいかな。で着きますけどね。で、エルニド弾丸日帰りツアーとかあるんですよ。もう全然おすすめしないですけど、疲れちゃうんでね。まあ向こう行って何泊かして、
また帰ってくるなり、エルニド空港からマニラの方に帰るとかという、そういういろんな楽しみ方もあります。あとはね、こっちのプエルトプリンセスの市内に泊まって、なんかのんびり海見て過ごすだとか、いろんな楽しみ方あります。で、今日はね、とりあえず浩二さんファミリーと過ごしたっていう動画と報告でした。今日はこの辺で失礼します。